青番の3コーナー動いていったのが7番手の佐藤弘樹。北日本勢が1列棒状を崩していきます。青番の4コーナーからホーム前行きは6番手の金田、外から上がって北日本勢5番の上杉も外に持ち出した。残り2周切った7番手の佐藤弘樹をさらに近畿勢が叩きに来る。やはりここは5番手の上杉がかけてくる展開となってくるのか。5番の上杉追走は4番の高久保、3番で1番の佐川翔吾です。6番手の金田が反撃してくるか。金田が4番手まで上がってきて金が入りました。中段並走、さらには外6番手の金田なんですが、ちょっと金田が中途半端な動きになりましたが、おっとここで落車。3番の佐藤正春、6番手の金田に転倒落車のアクシデントがありました。近畿勢がかける展開、現在走っているのは5名です。5番の上杉が先頭、そして2番手車間を切る4番の高久保、3番手には1番手の佐川翔吾がいて、あとはこの後ろ7番手の佐藤弘樹、2番手の山田浩二、一本棒最終バックを通過する。2番手車間を切る4番手の高久保雄介、襲いかかっていくのが7番手の佐藤弘樹で4コーナー回ってくる。先頭は5番手の上杉、上杉先頭、最後高久保捉えたか。